下のロッキーチャンネル。おはようございます。いやー、もう最近はもう撮影の仕事、動画の仕事、そして広告の仕事、まあ、ホームページの仕事が最近あんまないのかな。であとツイッターね、皆さん概要欄見ていただきたいんですけど、ツイッターシーズン6ナンバリングで6。お疲れ様でございました皆さん。今帰りなんだけど、オレオレちゃんと今話してんだけど、オレオレちゃん今回ツイッターの協賛ありがとうございます。オレオレちゃんもでも出なきゃダメだよ。何の部門出んの？投げの魚種は何狙う？何狙うかな。やっぱり今だったら平物かよ。今平物上がってるね。どうせやるならね。ねえ。あれでエントリーしたよね。ババガレーでエントリーしたね。ババガレーで今回俺言っちゃうかもしれないよ。だから俺ちゃんなんか自信あるって。なんか自信つかないよ。やべ、なんか俺無駄な道になまらぐるぐるしてたこれ。ああ、もういろいろ作業やってあれから何時間経ったか分かんないんだけど、今はでもねまだね8時前なんだよ。8時前、買ってきたよ久々に。朝日じゃねえや。エビスと、おつまみが、スニッカーズです。まあ、おつまみっちゅうか。ねえ、なんかする前にスニッカーズ食べてがっつりと、糖分取ってからやるっていう。もう今から飲みながらでも仕事しようかなと思ってたから。まず神の誉れ、あっとネバネバいただきます。うん。致死量の、50倍の砂糖が入ってます。まあ、ここに、エビス。まあ、口の中でさ、今日。まんまの、やばい。なんまらうね。ここに、歯に、スニッカーズを、粘らかった状態で飲むの。合う。こういう何かであんのあんの？余らうよ。もう完全に酔っ払っちゃったからさ。仕事バーってやって、もう頭もんもんしてんだ。だからもう飯食って寝る。でまずこれ、八幡太郎熊太郎さんね、八幡猫ちゃんが作ったやつを俺にくれたんだけど、なんか唐揚げなんだけど、多分今動画出てると思うんだけど、太平洋の砂浜で釣ったカレーの黒頭の唐揚げ、ちょっとこれいただきたいと思います。これなんか鶏肉も混ざってんだったんじゃないかな。これかな、いただきますか。うめっ。ん？これ鶏肉だよ、もうこれ完全に。黒頭の唐揚げっちゅうのもオツだねこれね。うん、いや、ほんと鶏肉みたいだ。それ、兄貴、って言ってよ。鶏肉みたいな、これ。じゃあ、これ、鶏だよ、これ。うまっ。じゃあ、このポテトサラダ。いただきます。うん、うまっ。で、これ、サニーレタス。これ食べるからね、安いな。うん。うまっ。
やー、ほんとありがとうございます。プレスポンって前々食ってたよ。ありがとうございます。うめっ、米と抜群に合うな。クロガツラの唐揚げね、これいいかもしれない。うん、からのいつもの王道のやつ、神の御霊アットお母がタブレットで八幡太郎熊太郎チャンネル見てるいただきます。北のロッキーチャンネル。